2005年からです、うん、社会人になって横浜に引っ越してきてからパーリー、松尾選手よくバックスタンドの前列で見てるんですけど、目の前を駆け上がっていくとか、もう迫力、この距離で見れる迫力もありますし、スピードも速いし、音っぽい、こっちが勇気をもらえて、大好きになっちゃいます。子供が区民でサラダでやりますよってのがあって、で子供がエスコートキッズできますみたいなのがあったので、この子まだ5歳ぐらいだったんで、5歳6歳ぐらいだったかな、でエスコートキッズ当たったんで、まあ、それがきっかけで見てくるような、まあ、やっぱり近くでサッカー見ると面白いので、全然今までスポーツ観戦とか知ったことなかったんですけど、やっぱり 生で見に来て面白かったんで。そのエスコートキッズやったこと覚えてる？覚えてない。覚えてない。好きな選手は？最近はカズマね。おお。前からいい選手だなって話した人なんですけど、今来てくれて、はい、嬉しいです。今日は秋田から応援に初 J リーグ初 J リーグで J1 初だね。 J1 初出場なので、コカン君が何があってももう初めての試合は絶対行くってもともと約束したので来ました。魂って感じするよね。やっぱりなんだろう、そこがない能力っていうか、パワー、すごいよね。すごい能力してる。そう、守備なのに、なんか超ドリブルするんですよね。なんかボール持っていくんですよね。守備なのに。よし、行こうぜっていうのが、そういうのがすごく強いから、ホガンは。元々は横浜ブルーギルスから始まって、亡くなって紆余曲折して10年くらい、出会ってから3年くらい、巻き込みました完全に。いや、大好きになりました。シューもかっこいいし、なんか応援したくなります。今年は多分、ハマった選手のユニフォーム買いました。クリンクリンな頭ですね。可愛いですよね。このクリンクリンが一番いいですね。でも左利きのセンターバックもサイドバックもできる感じが、僕は勝手に将来のハマのマルディーニになると思ってるんで、期待してます。いいですね。本当に初めてのね、あの顔で走ってほしい。勝手も切れればな。厳しいけど、でも年間を通した去年だってそういう時期があって、必ずみんなで一丸となって
運気と良くなる。うん、絶対。ずっとこっちを応援するしかない。全力で応援し続けよう。勝てないから来ないとかはないです。はいはい、勝てなくても来る。勝つのを信じて。本当は手拍子とか声で応援できればいいんですけど、それができないんで、僕らは本当にここに来ることで応援する。ここからは温暖化プロジェクトの横浜ブルームアーボー事業に賛同し。